単純さは信頼性の前提条件である。新言語は、そのシンプルで、ハードウェアに近い設計ゆえに、計算機科学の礎として数十年にわたり愛用されてきた。しかし、このシンプルさが裏目に出ることもある。新言語は、メモリ管理やポインタ操作といった低レベルの操作をプログラマ自身に委ねているため、その柔軟性がゆえに、些細なミスが致命的なバグへと発展しやすい。バッファオーバーフロー、メモリリーク、未初期化変数の使用など、数多くの落とし穴が存在するのだ。現代の開発現場では、セキュリティや信頼性の観点から、より安全なプログラミング言語が注目を集める中で、新言語がバグを生みやすいと評価されるのは、ある意味自然な流れだと言えるだろう。厳格な型チェックや自動メモリ管理を持つ言語と比較すれば、新言語の手動管理の自由度は、同時に大きなリスクを伴う。しかし、その低レベルの操作が可能であることは、ハードウェアの特性を直に活かすための強力な武器でもある。本動画では、新言語がバグを生みやすいと言われる理由を、特にメモリ管理の観点から多面的に掘り下げ、現代の開発事情との関連性を明らかにしていく。単純さは信頼性の前提条件である。趣味のプログラミングチャンネル。C 言語は多くのプログラミング言語の基礎を築き、その影響力は大きい。特に、オペレーティングシステムや組み込みシステム、ハードウェアプログラミングなど、様々な分野で応用されてきた。しかし、C 言語は、バグを生みやすい言語としても知られており、その理由は複雑である。特に、メモリ管理に関する問題は、開発者にとって、大きな課題となる。今後の技術発展に伴い、C 言語の利用方法や、その改良が求められていることも事実である。本校では、C 言語の、特性や歴史、メモリ管理の特徴、バグを生みやすい理由、そして、現代の開発状況について詳しく検討していくこととする。第2章、そもそも C 言語とは。第2章では、C 言語の概要とその歴史について詳述する。C 言語は、1972年にデニス・リッチーによって開発された高水準プログラミング言語であり、システムプログラミングに特化している。C 言語の特徴として、低レベルのメモリ操作が可能であり、効率的なプログラムが書けるという点が挙げられる。また、C 言語は、コンパイラによるコンパイルを介して、マシン語に変換され実行される。そのため、プラットフォームによる依存を緩和し、移植性の高いプログラムが可能となる。これらの特性により、C 言語は、長年にわたって、多くのシステムやアプリケーションで採用され続けている。第2節、歴史。C 言語の起源は、古典的な言語である、B 言語と CTSS、コムパチブル、タイムシェアリング、システムから派生したものである。1970年代に入ると、C 言語は、ユニックスオペレーティングシステムの開発に使用され、その後、C 言語自身が、多くの重要なプログラミング言語に影響を与えた。例えば、C++、C、Objective-C などは、C 言語の特徴を色濃く持っている。第3章、バグを生みやすいという意見。C 言語が、バグを生みやすいとされる理由は、主に、メモリ管理の負担と、プログラムの柔軟性にある。開発者は、手動でメモリを管理し、確保や解放を行う必要があるため、これが、バグの元となりやすい。一度のミスが、致命的なバグを引き起こすことがある。第4章、メモリ管理は、C 言語の強みか弱点か。C 言語は、手動メモリ管理が可能であり、効率性を追求する開発者にとっては、大きなアドバンテージであるが、同時にリスクでもある。このセクションでは、メモリ管理の長所と短所について詳しく考察する。第5章、なぜ C 言語はバグを生みやすいのか？ C 言語がバグを生みやすいとされる主要な要因を細分化して、
具体的に検討する。第1節、手動メモリ管理のリスク。 C 言語では開発者が明示的にメモリを管理することが求められる。例えば malloc 関数でメモリを確保し、使用後にはフリーで開放する必要がある。もし開放を忘れればメモリリークが発生し、プログラムのパフォーマンスが低下する。逆に開放を二重に行うと未定義動作を引き起こし、クラッシュやデータ損失の原因となる。第2節、配列の境界チェックがない。 C 言語は配列に対して境界チェックを行わないため、開発者が不適切なインデックスを使用すると誤ったメモリ領域にアクセスする危険性が高い。例えば配列のサイズを超えたインデックスでアクセスすることによってプログラムが意図しない動作をすることは非常に一般的である。第3節、ポインタの危険性。 C 言語ではポインタが重要な概念だが、ポインタの誤使用はバグの原因となりやすい。例えば無効な指標を3照れた場合、アプリケーションがクラッシュすることがある。またポインタの算術演算を間違えることで未定義動作を引き起こす可能性もある。これによりプログラムの安定性が損なわれる。第4節、型の柔軟さが未定義動作を生む。 C 言語は型が厳格である一方、型キャストが自由なため不適切な使用がバグを引き起こすことがある。例えば整数型をポインタ型に変換すると意図しない動作が生じる原因となる。このような型の柔軟性がプログラミングの不具合につながることがある。第5節、セキュリティ問題への脆弱性。 C 言語のメモリ管理はセキュリティリスクを伴うことがある。バッファオーバーフロー攻撃のように適切にメモリを管理しないことが外部からの脅威として悪用されることがある。このようなセキュリティ問題は特にネットワークアプリケーションやシステムプログラミングにおいて重要な考慮事項である。第6章、 C 言語の落とし穴。 C 言語には多くの落とし穴が存在する。開発者はこれらの問題を認識し適切に対処することが求められる。第1節、ヒープメモリとスタックメモリの誤解。C 言語におけるヒープメモリとスタックメモリの使い方を誤解することはよくある。例えばスタック領域は自動的に管理されるが、ヒープ領域はプログラマの責任であり、適切に開放しないとメモリリークが発生する。第2節、二重開放と未開放メモリ。メモリの二重開放はプログラムが予期しない動作をする重大な原因となる。さらに未開放のメモリは実行時に新たな問題を引き起こす可能性がある。このようなエラーを防ぐためにはプログラムの設計時にメモリのライフサイクルを明確に理解しておく必要がある。第3節、アライメントと未定義動作。 C 言語ではデータのアライメントが正しくされていないと未定義動作が発生することがある。例えばポインタが正しくアライメントされていない場合、 CPU が正しく処理できずプログラムがクラッシュする可能性がある。第7章、現代の開発事情。近年 C 言語を避ける動きが加速している。これには新しい言語の台頭やより安全なプログラミングスタイルを提供する言語の導入が含まれる。第1節、 C 言語を避ける動き。ラスト、Go、Swift などはメモリ安全性を提供し、開発者の負担を軽減するために設計されている。これらの言語はコンパイラによる静的解析や自動メモリ管理の機能を備え、バグの発生を抑える手助けを行っている。第2節、 C 言語の強みが必要な場面。一方で C 言語には依然として必要な場面がある。特にリアルタイムなアプリケーションや高性能なシステムプログラミングにおいては C 言語の効率性が求められる。またハードウェアとの相互作用が必要な場合にも C 言語が有利である。第8章、今後の展望。 C 言語の未来については様々な意見がある。
第一節、C 言語の改良。 C 言語自体が進化し、新しいバージョンで改良されているため、メモリ管理や安全性に関する新しい機能が追加される可能性がある。これにより、バグの発生がより少なくなることが期待される。第2節、コンパイラレベルでの対策。コンパイラ開発者たちは、C 言語のバグを最小限に抑えるために、より高度なチェック機能や警告を提供している。このような変化は、開発者が安全にプログラムを書くためのサポートとなる。第9章、C 言語は、終焉か、新たな役割を果たすのか。今後、C 言語が、どのような役割を果たすのかは不透明である。しかし、基盤技術としての役割は、依然として重要であり続けるであろう。それに加え、教育ツールとしても価値がある。第10章、結論。C 言語は、多くの利点と同時に、多くのリスクを抱える言語である。特に、メモリ管理における課題は、開発者に対する厳しい試練となる。しかし、新たな言語の登場や、C 言語自体の改良により、現在と未来のプログラミング環境は変化していくだろう。それでも、なお、C 言語は、その独自の地位を維持し、適切に使われる限り、重要な役割を果たすことが期待される。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。このチャンネルでは、他にもプログラミング関連の情報を発信していますので、よろしければ他の動画もどうぞ。趣味のプログラミングチャンネルでした。